日は、全くの未経験者で公式のドッジボールを始めた30代のグループ。清須に来てまだ7年ぐらいなんですけども、まあいい街だと思います。僕を、まあ、就職先として受からせてもらった場所なんで、これから最終的に住むことにもなるかもしれないと思ってまして、やっぱり生活の場としてこれからも大切にしていきたいところです。なんだろうな、僕にとってまだ仕事場みたいな感じですかね。仕事しに来てる感じがしますね。名古屋にほど近くて一番あのアクセスも良くてなんかいい気がしますね。清須はこれから長く住んでいく場所ですね。監督兼代表兼マネージャー兼選手です。もともとは私九州の人間なんです。清須歴は8年か9年なんですけど、まあでもすごく住みやすい。ドッジボールチーム装備ドームドッジ優勝するぞ。